授業を始めます。今日のテーマは平安京です。781年に即位した桓武天皇は弘仁天皇の政策を引き続き促進します。仏教政治の弊害を改めて天皇の力を強固なものとするため、784年に平城京から長岡京に遷都しました。しかし桓武天皇の部下であり長岡京造営を主導した藤原種次が暗殺される事件が勃発。その首謀者とされた桓武天皇の弟で皇太子の佐原親王や大友氏、佐伯氏らといった旧豪族が退けられました。すると佐原親王は自ら職を絶って死去。その後桓武天皇の母や皇后が相次いで亡くなるなど不幸に見舞われました。また長岡京がなかなか完成しないことの原因は佐原親王の怨霊の仕業だと言われていたそうです。そして794年になると都を長岡京から平安京に再遷都します。この年号は泣くよルイス平安京と覚えましょう。平安京は唐の都、長安を模倣した都市として山城の国に建設されました。現在の京都府京都市にあたり、平安当時の街道をほぼそのまま使用した主要都市として建造しています。都が平安京に移ってから源頼朝が鎌倉幕府を開くまでのおよそ400年の期間こそ平安時代なのです。以上、今日の授業はここまで。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いします。